私はあのタバコが吸って健康に影響あるかどうかに大きな疑問を持ってますが、私に対してよくです、ね、先生、タバコ吸わないのになんでそんなこと言ってるんですかっていや、科学者は自分がどうであるというんじゃなくて自然現象を解明するわけですね、特に私はやっぱり肺がんを減らしたいんですよ。 今やあの、癌の中で肺がんがトップになりましてね。昔はだいまあ男性で4000人、女性2000人っていうところだったんですけども、もう今や男性7万人、女性2万人という先生、ものすごく増えたわけですね。で私まあ今ではあの、その、えー、多いんですけど、当時まだ男性が1万人ぐらいの癌の肺がんの時ですね、やっぱりこれは、タバコじゃないと思ってですね、そして調べ始めました。 で男性についてはちょっと複雑なんで、ここでは女性のことだけをちょっと見てみますけども、表紙に出したグラフは、ですね女性の喫煙率、まず左に出しました、えー、ご覧になったらもうはっきり分かりますように、えー、ここ何十年とですね女性の喫煙率は全く変わっておりません、まあ,あの感覚としてはですね、なんとなくこう女性でタバコを吸う人が増えてきたみたいな感じがしますが、これはあの女性側の社会に出ましたんでね。 やっぱり、あの、目立つっていうか、まあ、そういうところがあって、まあ、現在では、まあ、そういう印象を持っておられる方が、まあ、多いんですけど、実際、統計上って言いますか、実際上の数字はですね、女性も男性も、あ、じゃ女性はですね、喫煙率が、もうほとんど変わっていません。で、まあ、もっと細かいことを、まあ、議論をすればで、ね、あまりその細かいことって議論しますと、山を見て、え、その森を見て、木を、木を見て森を見ずになってしまう、細かいことだけ気になってしまうので、 あまり望ましくないんですが、ちょっとあの反論がある人がいるので、ちょっとそこで反論を抑えておく意味で話をいたしますとね。女性の喫煙率がわずかですが上がっているのは若い女性なんですね。それで、まあ、年配の女性は比較的早い時期、今から30年ぐらい前からもうタバコを吸うのをやめております。ですから、まあ、それが平均して同じぐらいと言ってもいいんですが。 一方、がんの方は、肺がんの方はほとんど年配の女性がなります。ですから、まあ、この関係も実は厳密に言えば逆になっております。まあ、私がいつも言っているように、タバコを吸う人ほどがんにならないという、そういう、まあ、奇妙なってことないんですよね。別にあのタバコを吸うと肺がんになるのが間違ってるんですから、奇妙でもなんでもないんですが、まあ、そういうことになっております。それから次の右のグラフはです、ね、女性の肺がんの患者さんでお亡くなりになった方の統計ですね。 これ厚生省とか、えー、国立がんセンターなんか出ておりますが、昔はもう圧倒的に胃がんが多かったんですけども、今はまあトップが肺がんでですね、もう3万人になろうとしております。えー、それからあ、そうですね、あの2万人じゃなくて3万人ですね、あの私、ずっとにあの女性2万人とか思ってきたんですけどもわ、3万人にもなってきております。もちろんそのほかのですね、えー、ちょっとしたまあ最近多い結腸がんだとか、 それからあの子宮がんなんかがですね、あの乳がんとか増えてないわけじゃないんですが、えー、っとやはりですね、あのこう肺がんが急激に増えてるわけですね。タバコを吸う人はもちろん、その男性の場合はタバコを吸う人の数が減っておりますから、いろいろな見方があるんですけども、これを見てお分かりのように、ですね、女性の場合、タバコを吸う人が変わりませんから、タバコがもし原因だったらば、えー、肺がんもふ増えないはずなんですね。ところが、 まあ少し増えてるんならまだいいんですけども、癌、えー、の中でも肺がんだけが突出して増えると、喫煙率が変わらないのに癌が増えるっていうのは、もし我々がタバコを吸ったら癌になるという先入観がなければですね、絶対に別のこと考えますよ。で、今までちょっと複雑だったのが、今から50年ぐらい前、男性の喫煙率が85%あったんですね。その時にちょっと検討したもんですから、喫煙と癌の関係は常に男性に限られておりました。 女性は実はですね、もう大変に失礼な話ですが、検討されたことがないんですよ。なぜ検討されたことがないかと,いと、第一の理由はですね、フランスのこの前はテロがありましたが、フランス人は自由を守りまでしてますけど、フランス革命で自由とか平等とか言ってるのは、これ、主語がですね、あの、日本ではあの、自由、平等、博愛っていうと、主語がないんですけども、あの、フランス語とか英語には主語が必ずついておりますが、その主語には、白人男性はびょ、自由、平等、博愛だって書いてあるんですね。 これが1789年のフランス革命の、まあ、キャッチフレーズだったわけですよ。だからもちろん、婦人参政権、女性参政権はフランスでは、ですねそれから実に150年以上経った1946年だったか、7年だったかに認められてるわけですね。つまりフランスでは女性っていうのは人間の中に入ってないんです。これはあのキリスト教がそうですからね、そうなんですね。じゃあつまり男性だけが人間である。 だから喫煙とがんの関係も男性だけ整理すればいいんだと、女性いや、そんなの知らないよっていうのが今までだったわけですね。それで女性は全然喫煙率が17%ぐらいで全,全く変わってないのにあの、肺がんだけが10倍以上になったと、私はね、誰が女性を肺がんにしたのかと、これはもう絶対にお医者さんですよ、かまあ、喫煙学会と、禁煙学会とか、そういうですね、 自分がタバコの煙が煙たいから。それよくわかるんですよ。タバコをやめてほしいってのは僕よくわかるんですよ。私タバコ吸いませんからね。だってタバコの煙煙たいんですから。で私喉が弱いからむせるんですよ。咳が出るんでね。それ嫌なんですけど、それはですね、私が咳が出るからタバコちょっと控えていただけませんかって言うべきであって、嘘を言ってですね、その人、それでしかもですね、そのタバコが女性、女性タバコ吸ったら肺がんになるって言うもんだから、 えー、肺がんが止まらないんですよ。まあ、ここで見ていただくとわかります。胃がんなんか急激に減ってるわけですけど、これ、原因がやっぱり分かったからなんですね。やっぱりこう、病気っていうのは原因を正しく突き止めるんであって、タバコが憎らしいから、もうタバコのことをあは、肺がんの原因だと言っとはいいやなんつったら、被害者が出るわけですよ。で、私、あの、まずはあの、肺がんの原因を突き止めようとしたら、タバコがまず違うってうことがはっきりわかりまして、まあ、それは今から、ま、10年以上前のことでしたから、 その頃私、そんなこと言ってたんですけど、ものすごいバッシングされましたけどね、今頃はあまりバッシングされません、こういう事実が時間が経って、30年も40年も経ってくると、男性も喫煙率が減っても肺がんは急激に増えてるし、女性は喫煙率が変わらないのに肺がんが急激に増えてるわけですから、それはやっぱり別のところに肺がんの原因を突き止めようと思うのが医者ですよ。 私そう思いますね。それから良心的な科学者ですよ。自分のことそんなこと言うの何なんですけども。それは科学者として当たり前のことですよね。それで私最初にタバコを否定したんですよ。それから最初はね、排気ガスだと思ったんです。っていうのは、綿密にその肺がんのですね、患者さんの出方を見るとですね、どうも道路沿いが多いというふうに思ったんですよ、最初。ところがですね、やっぱ道路沿いの方が人間が多いんですね。で、 患者さんはよくわかってるんですけども、道路沿いにどのくらいの底に人が住んでたってわかんないもんですかね。比率がわからないから、どうも違う。そのうちですね、えー、鹿児島の非常に空気の綺麗なところ、ものすごく肺がんの多いところありましてね、そこ調べたんですけども、結局原因がわかんなかったんですよ。それで私最近では、自動車の排気ガスじゃないんじゃないかなと思ったりしたんです。実は自動車の排気ガスって、あの皆さん、ワイシャツの襟が汚れるのはあれ、自動車の排気ガスなんですよ。 それからよくあの、タバコを吸った人、タバコを吸わない人の肺ってのが出てきますから、あれね、私はものすごく疑わしいんですよ。だって、タバコを吸った場合に汚れるのは肺の入り口なんですね。それから自動車の排気ガスで汚れるのは肺の全体なんですよ。ところがどうもですね、えー、よくタバコだって言って示されるのは、あのい、肺の全体が汚れてるので、あれは僕ね、あの、田舎の人と地方の人と都会の人の比較じゃないかと思って疑ってるんですけどね。まあ、 それでしかし、どうも排気ガスも違うみたいだと思って、今、室内のラドンですね、これはの室内のラドンが増えますと、肺がんが増えるのは分かってるんですけども、現実に、その価格っていうのはですね、例えば、タバコを吸ったら肺が汚れるとか、排気ガスを吸ったら肺が汚れるとか、住居の中のラドンが、ラドンって放射線物質なんですけど、ラドンが増えると肺がんが増えるってことは分かってるんですよ。これは因果関係の関係なんですね。だけども そういうことが分かっても、ですね、実際にタバコを吸う人は肺がんになっているのかとか、排気ガスを吸って、排気ガスのないところに住んでいる人は肺がんが少ないのかとか、室内のラドンについて傾向が見られるかっていう、その原因が一旦推定されたら、ですね、事実が本当にそうかっていうことも当たってから言うのが、えー、と科学者っていうものなんですね、医,医者もそうですよ。だから、もうましてね、自分の感じでって人もいるんですよ。 タバコの煙はなんか有毒そうだって。いや、そんな <laughs>、排気ガスも有毒そうだ。それは私もタバコの煙も排気ガスも室内のラドンも有毒そうには見えるんですよ。だけど、その中で本当の原因をきちっと言ってあげないと多くの人は肺がんになってしまうんですね。それが科学者とか医師の本当の良心っていうものなんですね。残念ながら、まあ、ここで示すのはですね、女性にとって、 タバコと肺がんは全く関係ないってことです。もちろん、副流炎なんか全然関係ありませんよ。副流炎とはもっとさらに誤魔化しデータですから。えー、ですけども、まあ、とにかく関係ない。あの、副流炎で、もし肺がんに女性がなってる場合は、夫がタバコを吸うからってことです。それはもう激減してますからね。この傾向よりかさらに安全サイドに行っとります。まあ、そういう点で、まあ、今日、今日はまあ、詳しいことはあんまりやるといけませんので、まず第一に、えー、タバコ、女性の場合、タバコを吸って肺がんになるっていうのは全く関係ない。 もしそんなことを思ったら肺がんになってしまう。なぜかだったら原因が別にあるからということを指摘したいと思いました。